こんにちは、千葉です。今回は、ピボットテーブルを新規作成した時のデフォルトの設定を変更する方法を紹介します。今ここに、販売データという名前のテーブルがあります。テーブルデザインのタブを開いて、テーブル名を確認すると、ここにあるような、販売データと同じ名前が設定されていることが確認できます。この販売データのテーブルを元にして、ピボットテーブルを作ってみます。 テーブルデザインのタブで、ピボットテーブルで集計をクリックします。販売データのテーブルがすでにデータソースとして設定されてますので、新規ワークシートにピボットテーブルを作りますので、OK を押します。新しくシートが作られて、ピボットテーブルの元ができました。あとは、まあ、フィールドリストから各フィールドを行列値のボックスにドラッグして配置していきます。まず集計したい値は販売数量なので、販売数量を値に持っていって、 で、最初にこの販売数量を合計した集計値、これコントロールとシフトと1のキーを押して3桁区切りでカンマを入れておきます。で、この合計した販売数量をどういうふうに分解していくかっていうと、行項目で商品区分と商品名で分解して、で、列項目で 視点名で分解しますで。あとは列の幅をちょっと調整して、これで販売データをデータソースにしたピボットテーブルにより集計が完了したんですけれども、皆さんが普段作っているピボットテーブルとちょっと見た目違うと思うんですね。このピボットテーブルは、 レポートのレイアウトが表形式で、でラベルをすべて繰り返すっていう設定になってます。であとは、各商品区分の項目の下には、このように一行空白ができると。このようにデザイン設定を初期の状態からちょっといじくったようなピボットテーブルになってるんですね。で、これはピボットテーブルを今新規作成した時点でもうすでにこういうフォーマットに設定がされている状態になってるんですね。 これ普通にピボットテーブルを作るとどうなるかっていうと、販売データのテーブルで、ピボットテーブルで集計、で新規ワークシート、で各フィールドを行列値に配置して、こんな感じのピボットテーブルになるはずなんですね。これはコンパクト形式っていうレポートレイアウトで、各項目の一番下に空白とかが入るような、 感じにはなってないですね。まあ、これが初期設定で作った時のピボットテーブルですねで。なんで先ほど私が作ったピボットテーブルが元からこういうレイアウトになってたのかっていうと、あらかじめピボットテーブルを新規作成した時の設定をこのようにしてくださいっていうオプションを設定したからなんですね。ではそのオプションを設定してみますけども、実は直接オプションでレポートレイアウトや 空白入れるとか、ラベル繰り返すとかっていう設定をちょこちょこやるよりも、一度ピボットテーブルでそういう設定を行って、それをオプションでインポートするっていうやり方の方が簡単ですので、そっちの方法を紹介します。まずはデフォルトで適用されて欲しい設定をピボットテーブルに対して行います。これは初期状態のピボットテーブルなので、まずはレポートのレイアウトを変更します。 今、初期状態なのでコンパクト形式なんですけれども、デザインタブのレポートのレイアウトで、今これってことですね。これをこの表形式で表示に変更します。するとこれで表形式のレイアウトに変わりました。では次に、ラベル名をこのように省略してるんですね。コーヒーの下は全部コーヒーですし、ジュースの下は全部ジュースのはずなんですけれども、このように省略されているラベルの省略をやめます。デザインタブの レポートレイアウトのアイテムのラベルを全て繰り返すを選択します。そうするとラベルの省略がなくなりますね。で次に、この表示項目を折りたたんだり展開するこのボタン、これを消します。リボットテーブル分析のタブの のプラスマイナスボタン。これを押すとボタンが消えます。で、次にこの項目の下は1行空白入れるっていう設定を行います。デザインタブの空白行を、で、各アイテムの後ろに空行を入れる。これをクリックすると、このように1行空いて、次の行区分の集計がされるようになりますね。あとはピボットテーブルを右クリックして、ピボットテーブルオプションをクリックします。そしてこの更新時に列幅を自動調整するっていうチェックを外します。 これ初期状態だとチェックが入ってますので、ピボットテーブル更新するたびに、この集計している項目のラベルの名前とかが変わるたびに、このシートの列の幅がコロコロ変わるんですけれども、せっかくいい感じに自分で設定した列の幅を 勝手に変えられたくないっていうことの方が多かったりするので、今回ここのチェックを外します。そうするとピボットテーブルを更新しても列幅がコロコロ変わったりはしなくなります。この辺はお好みですね。これで OK をして。では、このピボットテーブルをベースにして、新しくピボットテーブルを作ったら、今の設定が最初からなされている状態にします。では、ピボットテーブルのどこか選択している状態で、ファイルのタブのオプションをクリックします。 Excel のオプションの中のデータを選択して、ピボットテーブルの規定のレイアウトを変更するっていうところの、この規定のレイアウトの編集っていうボタンを押します。そうすると、ピボットテーブルの規定のレイアウト、まあ、つまりデフォルトのレイアウトですね。これを編集できるウィンドウが開きます。でここに表示されている項目が、デフォルトのピボットテーブルの設定としていじくれる部分なんですけれども、まあ、これ一個一個メニューから選択していくっていうのもありなんですが、このインポートのボタンを押すと、 この C5 のセル、まあ、つまりこれですね。このピボットテーブルで設定されている内容をこっちにインポートすることができますので、これでインポートボタンを押します。そうすると、この内容が今さっき作ったこっちのピボットテーブルの内容で変更されました。で、これで OK を押して、Excel のオプションも OK で閉じます。では、オプションの設定を変更した状態で、また販売データのテーブルでピボットテーブルを作ります。 テーブルデザインのタブのピボットテーブルで集計のボタンを押して、販売データのテーブルのデータを新規ワークシートでピボットテーブル集計します。で、OK。で、ピボットテーブルの元ができましたので、先ほどと同じく各フィールドを行列値に配置します。販売数量値にして、商品区分、商品名へ、支店名へと。 あとは列の幅をちょっと広げて。はい。これピボットテーブルのデザインの設定なんか一切してないんですけども、最初からこういうレイアウトになりましたね。表形式だったり、ここのプラスマイナスのボタンがなかったり、空白行があったり、あとラベル省略しないで全部繰り返したりとか、このような先ほどピボットテーブルで手動で一個一個、このデザインタブでとか設定してたような内容がすべて適用された状態でピボットテーブルを送ることができました。 このように Excel のオプションの中でピボットテーブルのデフォルト設定を変更することでピボットテーブルを新規作成した瞬間に最初からその設定が適用された状態にしておくことができます。ただ今のようにピボットテーブルのデフォルトの設定として保存しておけるレイアウトっていうのは項目が限られてるんですね。例えばデザインタブのピボットテーブルスタイルで ピボットテーブルの色をこうやって変えることができるんですけども、デフォルトの設定として保存することはできないです。あくまで、この規定のレイアウトの編集っていうウィンドウに存在する項目しか、デフォルトの設定を変更することはできませんので、それ以外の部分は、一個一個手で変更するようにしてください。もし、 今使っているデフォルトの設定を一旦まっさらにして、本当に Excel の初期状態に戻したいような場合には、この Excel の規定値にリセットっていうボタンを押すと、初期状態にすぐ戻すことができます。はい。では今回は、ピボットテーブルのレイアウトのデフォルトの設定を変更する方法についてでした。全部の設定をデフォルトにするっていうことはできないんですけども、まあ、ある程度のところは初期状態として保存しておけますので、 毎回毎回エピボートテーブルのデザイン設定を変更したりとかっていう手間はちょっと省けますね。では今回の動画はこれで終了です。こちらの動画が役に立った、ためになったという方はぜひチャンネル登録、チャンネル登録横のベルマーク、高評価、コメントお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。